愛知環状鉄道線。愛知環状鉄道線は、愛知県岡崎市の岡崎駅から新豊田駅を経て、愛知県春日井市の構造寺駅に至る、愛知環状鉄道の鉄道路線である、通称愛観線、または愛観。なお、この路線の大部分の区間の前身となった岡田線についても、本校で記述する。愛知県中部の都市である、岡崎市、豊田市、 瀬戸市、春日ガ市を結んでいる。ほぼ全区間が立体交差化され高架線などになっており、愛幹線内の踏切は、岡崎駅を出て、すぐの JR との並走区間にある一箇所のみである。多くの区間で複線化が進められ、2005年、平成17年3月25日から9月25日まで開催された2005年日本国際博覧会、愛、地球博、 愛知万博会場へのアクセス路線の一つとして、輸送力増強が行われた。沿線には、高校が多く点在するが、県立高校普通科は、豊田市、三河学区と瀬戸市、尾張学区の市社会が、学区の協会となっているので、調整特例などはない、学区協会を超えて通学できるのは、開教時は、私立高校か全県学区の公立高校の職業か、 および定時制過程だけであったが、2007年、平成19年4月に豊田東高等学校、2008年、平成20年4月に岡崎東高等学校、2009年、平成21年4月に瀬戸北総合高等学校と全県学区の総合学科の高校が次々設置されたため、沿線全域から通学できる県立高校が増加することになった。また、 沿線には大学も多く点在し、愛知工業大学や中京大学トヨタキャンパスなど、岡田線の開業を当て込んで、1970年代から早々と名古屋市内から沿線に進出した大学もある。さらに、トヨタ自動車本社及び工場群も点在している。2011年、平成23年度の輸送密度は約9816人、日であるが、 これは、旧国鉄路線から転換された第三セクター鉄道では最高であり、輸送密度が8000人、日以上であるのもこの路線のみである。2014年、平成26年度の輸送密度は、約1081人、日と1万人以上の大台に到達した。このように近年は、輸送密度が、毎年のように9000人以上を記録し、 経営状態の苦しい企業が多い第三、セクター鉄道の中では珍しく黒字経営が続いている。2012年、平成24年度は2、660万円の経常損失となったが、補助金等の支援で、約2、100万円の利益を計上した。鉄道評論家、鉄道アナリストの川島慶造は、著書にて、1998年度現在の輸送密度、 約5138人から見て、第三セクターではなく JR 東海の路線となっていてもおかしくない路線である。国鉄は各線の事情を考慮せず、一律に特定地方交通線に指定して廃止、第三セクターへの経営分離をしてしまうというミスを犯してしまったと指摘している。本路線は、旧日本鉄道建設公団、鉄建公団が、 それぞれ、主要幹線及び大都市における鉄道、CD 線として建設し、日本国有鉄道、国鉄による運行、経営が予定されていた、岡田線の大部分区間、岡崎新豊田瀬戸市と、瀬戸線の一部区間、瀬戸市高蔵寺間を、それぞれ建設、開業した区間である。そのうち、岡崎新豊田間は、1976年に、 国鉄線として開業し、1987年の国鉄分割民営化で東海旅客鉄道 JR 東海に継承されたものの、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法、国鉄再建法により特定地方交通線に指定されたため、高蔵寺延伸と共に第三セクター鉄道に経営転換した区間である。なお、同区間は、 特定地方交通線の中では唯一第三セクター転換前に電化されていた路線である。一方、新トヨタ瀬戸市間は岡崎新トヨタと同じく旧鉄拳工団が CD 線として建設したものの開業直前の1984年に建設が凍結された岡田線の一部区間である。旧瀬戸線区間の瀬戸市高蔵時間は 岡田線岡崎から新豊田間と同じく旧鉄建工団が CD 線として建設したものの開業直前の1984年に建設が凍結された区間である。岡田線は岡崎から新豊田、瀬戸市を経由した地味まで至る計画の路線だったが、このうち開業できたのは名古屋近郊の大環状線として瀬戸線との一体運用が想定されていた岡崎。 瀬戸市間に止まった、詳細は後日なお、岡田線の特定地方交通線指定、新豊大北の建設凍結以前から、岡田線、岡崎瀬戸市間は、岡田、瀬戸線として、瀬戸市駅で接続する、瀬戸線と共に、名古屋近郊の東海道線、岡崎稲沢間をバイパスする大環状線として、共に一体運用される、高規格新線として計画されていた一方、 未成線に終わった岡田線の瀬戸井北田地美方面は、線路規格の低いローカル線として計画されていた。国鉄時代に、複線の鉄道路線として整備されたため、単線区間の東側にもう1線分の用地があらかじめ確保されており、トンネルなどもそれに準じた規格で作られているため、比較的容易に複線化が行える構造となっている。しかし愛観発足から10年以上経過してから、 新設された海津駅、愛観梅坪駅に関してはプラットホームが一面一線の片面ホームで作られているため、複線化の際には線路の増設に加えてもう一つホームを新設し、二面二線の相対式ホームとする必要がある公設も参照。また、愛観発足時に新設された大門駅に至っては複線化用を路盤上にホームが設置されているため、 同駅周辺の複線化は容易ではない。また普段使われていない東側の用地は橋の更新工事などを行う際の仮線をしく際に利用されることがある。すべての列車が愛知環状鉄道線内の各駅に停車する普通列車でほとんどの時間帯で16分間隔で運行されている。岡崎駅高造寺駅間の直通運転が基本であるが一部は 車両基地のある北の増塚駅で車両交換が行われ、同一ホームでの乗り換えとなる。早朝、深夜時間帯の一部列車は、瀬戸口駅、新豊田駅、北の増塚駅を四十二とし、その駅にて夜間大白が行われる。前述の北の増塚駅ですぐに北の増塚発の列車に乗り継げる。列車以外にも日中の一部時間帯に入出港を兼ねた。 北の増塚駅発着列車が運行されている。平日、トヨタカレンダーで稼働日となる一部の休日を含む朝、ラッシュ時、及び、毎週水曜、金曜の夕方ラッシュ時には、三河トヨタ駅から新トヨタ駅間に、シャトル列車、朝シャトル、夕シャトルがそれぞれ運行され、この区間は、上り7から8分、下り4から12分間隔での運行となっている。 岡崎駅高蔵寺駅間の所要時間は約1時間である。このほか、平日の朝夕のみ JR 中央、本線直通列車が運転されている。朝は瀬戸口発名古屋駅で2本、夕方は名古屋発瀬戸口駅で4本の運行である。すべて JR 東海の車両が用いられ、朝は第三セクター鉄道では最長の重量編成が走るが、 夕方は3から4両編成での運行となる。ホーム長さの関係から、愛幹線区間内では、高蔵寺、方3から4両は、ドア扱いをせず、岡崎方3から4両のみに乗車できる。JR 中央本線直通列車は、2005年の愛知万博の際に、エキスポシャトルとして運行された後、万博閉幕後の同年10月から名古屋高蔵寺、 瀬戸口、岡崎間で毎日運行されていたが、2012年3月17日のダイヤ改正から平日のみの直通運転となり、2014年3月15日のダイヤ改正で平日朝夕に名古屋駅か蔵寺駅、瀬戸口駅間のみでの運行となった。シャトル列車、朝夕の JR 直通列車を除くと、編成量数や、 北のマス駅の理解の有無の違いはあるものの、基本的には平日、土曜、休日とも同一ダイヤである。他の多くの第三セクター鉄道とは異なり、全列車で車掌が乗務する。車内補充券発行機で発行された乗車券は自動改札機を利用可能であったが、危機器更新後は関連ツレシートタイプの非持機券となった。 JR 線と接続する岡崎駅や構造寺駅に到着する直前で必ず車内改札を行う。この際、自動改札機を通せない乗車券、無人駅で発行された乗車駅証明書等を含むや入場記録のない回数券は降車駅証明と引き換えとなる。これは岡崎駅や構造寺駅で JR 東海と完全に改札口を共用しているため、 不正乗車の防止のほか、有人改札口の混雑を防止するためである。車種は、突起がなければ電車。JR 中央本線直通列車はすべて JR、東海の車両。愛知環状鉄道2000系車両では、自動車内放送が行われるが、JR 東海車両は車掌による放送となる。車両のお受け持ちは、電車が新寮区、電気機関車が浜松機関区。 旅客営業の開始当時は、新寮電車区所属の70系電車が使用された。新規開業路線に、休憩国電が使用されたケースは当線が最後である。また1980年代に入ると、もっぱら113系2000番台電車の運用になり、冷房車の普及も早かった。その後同社は、東海道本線へ転出、当時余剰となっていた165系電車に置き換えられる。 なお、開業時より電化されているため起動車は、岡田線時代を含めて営業運用に入ったことはない、キヤ95系が、検速のために入線した程度。お召し列車入線の際には、三河豊田駅での着回しが不可能なため、キとは EF58 系61号機が、北の松塚駅まで助行による、推進運転を行い、同駅からは60号機が、 先頭に立ち通常運転となった。お召し列車での推進運転は極めて異例であり、踏切のない区間ならではの特例と言える。愛知環状鉄道線の近年の輸送実績を過表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。運転本数は当該年度に実施された最終のダイヤ改正以降の平日1日あたりの営業旅客列車、貨物列車、臨時列車、非営業列車を含めないの本数を記す。鉄道統計年報、数字で見る鉄道、国土交通省鉄道局監修及び 国土交通省中部運輸局統計情報より、愛知環状鉄道線の近年の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。本路線は、 鉄道不設法で、愛知県岡崎より、衣を経て、岐阜県田見に、イタリル鉄道として計画された岡田線と、愛知県瀬戸より、稲沢に、イタリル鉄道として計画された、瀬戸線が元になっている。戦前の強行ムードの中、1930年、昭和5年に、鉄道の先行バス路線として、岡崎田見間に、初の鉄道省営バス、後の国鉄バス。 現在の JR 東海バス路線が開設された。この路線を走った国鉄バス第1号車は、交通博物館を経て2007年、平成19年から、埼玉県埼玉市の鉄道博物館に展示されて、いたが、2011年、平成23年にリニア、鉄道館に移されて展示されている。国鉄バス開業後も鉄道線の計画、建設は進められ、 1957年、昭和32年の調査線、指定、1959年、昭和34年の工事線指定を経て、鉄拳工団が1964年、昭和39年に発足し、工事を継承してからは、同工団が主要幹線、新線として、岡田線、岡崎瀬戸間及び、瀬戸線、瀬戸高蔵寺勝川稲沢間の全区間の建設を進めた。 1970年、昭和45年10月1日に、トヨタ自動車の自動車輸送を目的に、貨物船として、岡崎北のマス2間が開業した。1971年、昭和46年からは、岡崎北、岡崎間のユニチカ岡崎工場向けの原料輸送も行われている。1973年、昭和48年に、 蛍光路線の名鉄コロム線が廃止され、一部が岡田線の用地に転用されたのを契機に工事が進み、1976年、昭和51年4月26日に新豊田駅まで路線が延長され、旅客営業も開始された。延長路線は岡崎市、豊田市の中心市街地を通過しているものの、部分開業であり、かつ旅客営業開始後も列車本数は少なく、 最終列車も早かったため、従来から存在する、路線バス、国鉄、名鉄に対抗できず、利用は伸び悩んだ。また、国鉄時代、名鉄名古屋本線の新名古屋、現、名鉄名古屋岡崎公園前引く東、岡崎間に対抗して設定された、特定運賃が、名古屋台中岡崎、岡崎公園前駅に隣接間ではなく名古屋、岡崎、 岡崎市南港に所在間を対象に設定されたことも、岡田線の国鉄線としての存在を、規薄化させることとなった。岡田線は、岡崎新豊田間で、部分開業したものの、平均断面輸送密度は、国鉄再建法により、配線対象となる基準の4000人、日を下回る2757人、日であった。また、岡田線として、 開業時から行われていた岡崎北のマス2日間のトヨタ自動車の自動車輸送は1984年、昭和59年末限りで終了したため、貨物需要も当て込むことができなくなった。このため、国鉄は特定地方交通線第3次廃止対象線区として廃止承認を申請した。さらに主要幹線、C 線として鉄拳公団が翌1985年、 昭和60年3月14日のダイヤ改正での開業を目指して建設を進めていた岡田先進豊田瀬戸間と瀬戸線、瀬戸稲沢、美和島間の平均断面輸送密度も3600人、日程度と廃止、転換対象の基準を下回ることが予想されていた。前期の輸送密度は名古屋近郊都市を結ぶ短絡線としての効果が そもそも中央線構造時方面と東海道線、岡崎等の沿線間の短絡需要自体がそれほどないのではあるが発揮できないことを意味し、また、工軸間沿線の開発がほとんど進んでいなかったため、開通による沿線利用客の増加も見込めない状況であった。これらのことから、国鉄は1984年、 昭和59年7月に廃止承認の申請前より沿線自治体に対し第三セクターによる運営を申し入れ、当初自治体は国鉄による早期開業をと反対を表明したが、後にそれらの営業を受け入れる第三セクターとして愛知環状鉄道を設立し、鉄拳公団に支払う賃借料を国鉄分割民営化後国鉄生産事業団が継承し転換。 開業させることで決着を見た地方開発線、地方新線の AB 線は無償で国鉄に対応、上渡されるのに対し C 線は優勝対応であり、実際に国鉄は岡崎新豊田間の賃借料を支払っていた。なお、瀬戸線の内勝川 B は島間は国鉄分割民営化で東海旅客鉄道 JR 東海への継承が決まったものの、 同社の国会社東海交通事業が城北線として開業させている。また、岡田線予定区間であったが、建設着手されなかった岡田線、瀬戸市内の田地見間、AB 線は、鉄道不設法の廃止に伴い計画そのものが、消滅、国鉄バスとして、先行開業した瀬戸市田地見駅前間に、運行されていた JR 東海バスの瀬戸北線は、2002年、 平成14年に、下半田川田住駅前間を、東濃鉄道、東鉄バスに、上都、下半田川、品の間を廃止し、2009年、平成21年までに残る区間も、名鉄バスが、代替運行する形で、全線廃止となっている。1988年、昭和63年に1月30日、岡崎新豊田間は、JR 東海の岡田線として、 最後の日を迎え、翌1月31日、岡崎新豊田高造時間が、愛知環状鉄道線として開業した。同年2月3日の大雪で、瀬戸口、中水屋などの駅のポイントが不転換となった。これを教訓に、ポイントのある10駅に3年がかり、1988年から1991年10月で融雪機を設置。以後、 積雪によるトラブルはないものの、その時の後遺症は何年も払拭されなかった。愛知環状鉄道線となった後は、岡田線時代より列車本数を充実。愛観発足後も、岡崎から新豊田瀬戸間で運行していた JR 東海バスは乗車実績が年々減少したことから2000年、平成12年以前に廃止しており、その後は夜行高速バス、 ドリームトヨタ5をのみ運行されている。愛知万博開催を控え、会場アクセス拠点駅となる、薬彩駅は2004年、平成16年10月10日から、万博閉幕後の2005年、平成17年9月30日まで、万博薬彩駅と一時解消された。万博が開催された2005年には、会場アクセス列車として、 名古屋万博約再機関に JR 中央本線直通列車エキスポシャトルが3月1日から9月30日まで毎時3往復運転された。車両は JR 東海の211系5000番台、日によっては113系が使用された。また、これを機に万博終了後の同年10月1日のダイヤ改正から名古屋瀬戸口、 岡崎間に直通列車が新設された。この年は輸送密度が万博による特殊の影響とはいえ史上最高の15,453人日を記録し、その後も毎年のように9,000人日以上を記録し続けている。貨物輸送は1971年。 昭和46年から行われていた岡崎北、岡崎間のユニチカ岡崎工場向けの原料輸送が1999年、平成11年9月で終了した。将来的には、トヨタ自動車が貨物輸送を愛知環状鉄道で行う予定と報道され、全区間複線化して、三河とヨタ駅からトヨタ自動車本社工場に貨物専用線を設ける計画予定も、 ありとされていたが、貨物輸送終了後も日本貨物鉄道、JR 貨物が許可を有していた岡崎北、岡崎間の第二子鉄道事業は2010年、平成22年4月1日で廃止された。沿線のトヨタ自動車が、マイカー通勤から公共交通機関利用に転換を進めていることに対応し、2008年、平成20年完成予定で、 三河豊田駅から新豊田駅間を複線化して、同駅間にシャトル列車を運行する計画が立てられた。同区間の工事は2006年、平成18年6月から三河豊田駅構内で開始され、9月には三河豊田から新豊田間の工事が本格化。複線多様の河川柱新設、10月からは新城、衣駅構内で、 伏線対応に伴うホームの基礎工事が開始され、2007年、平成19年12月までには、レールも付設され、同区間の工事が終了した。2008年、平成20年1月27日始発列車から、伏線運転が開始された。同3月15日ダイヤ改正より朝、通勤時間帯に、シャトル列車が設定され、この区間で、既存列車と合わせて、 約8分間隔で列車が運行されるようになった。全駅愛知県に所在、瀬戸市駅から北東へ進路を取り、瀬戸市、品野町付近を通って県境を越え、岐阜県旧笠原町、現田寺密笠原町へ。笠原町からは、旧東の鉄道笠原線と一の 2km 東側へ、離れたところを並走し、 中央本線の中津川方から田見駅へ進入する予定であった。日本鉄道建設公団、鉄拳公団の位置づけでは、岡田線、岡崎瀬戸市間と同区間と一体運用される、瀬戸線、瀬戸稲沢間が、東海道本線、岡崎稲沢間のバイパスを構成する、名古屋近郊の大環状線として、副線、電化の主要幹線、新線及び、 線路等級、高線と高い線路規格で計画されていた一方で、大環状線から外れる、岡田線瀬戸井北多治見方面は、単線、非電化の地方開発線、A 線として計画されており、線路等級も、平線と低く、建設の優先順位も岡田、瀬戸線、岡崎瀬戸下和造寺、中央本線と平行勝川大台、駅で二方向に分岐稲沢、 ビ輪島より低かった。途中の設置駅などは詳しく決まっておらず、建設予定線のまま、工事はほとんどされずに建設は事実上中止となったため、瀬戸市駅付近の極わずかを除いて未成区間の痕跡をたどることは非常に困難である。開業当初は全線が単線であったが、2001年に中岡崎北岡崎間、北の増塚三河上里間で、 続く2004年には、瀬戸下画像時間、2008年には、三河トヨタから新トヨタ間が複線化された。それ以外の区間は単線であり、海津駅や英里市駅など行き、違いのできない駅もあるが、それらの駅を含めほぼすべての区間で複線化のための用地が確保されている。これは、将来の全線複線化を見越してのことであるが、その目途は立っていない。 新トヨタなど一部の駅を除き、他社に比べて、自動改札機の導入が遅れている傾向にある。そのため、両周単駅はいずれも JR に接続しているが、とかなどの交通系、IC カードは使えず、新トヨタ駅や瀬戸市駅、中央岡崎駅の名古屋鉄道との乗り換え駅では、自動改札機が設置されているものの、同社のマナコ導入時には、定携を見送ったが、 2019年春に導入する方針が決まった。以前は自動券売機もなく、多くの駅は乗車の際に乗車駅証明書を取って、車内で乗車券を購入する方式で、降車の際に車掌が乗車券を回収する無人駅だったが、2015年現在はごく一部の駅以外は平日日中のみ有人とし、自動券売機も導入されている。これにより、 岡崎駅や構造寺駅を経由して JR 線内直通の乗車券が乗車時に購入できるようになった。なお、2005年に開業した海津駅と愛観売坪駅では開業当初から自動券売機が設置されていたものの他の多くの駅と同様に2017年現在まで自動改札機の導入には至っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。